とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もね、ここ宇宙船マゼラボルトのとこだね。ソロで行きます。今日使うキャラクターはワイルドボーイです。久しぶりだな。でもね、なんかワイルドボーイ最近使う人多くなったよね。まあラスボスとかですごく使いやすいから、それで増えてるんじゃないかな。まあとりあえず行ってみましょう。極です。はい、では行くね。技編成はこういう感じ、です。ワイルドアクトを3と乱れ打ちを1つだね。ワイルドアクトがちょっと当てにくいんだけども、まあ大丈夫かな。うん、ほんとラスボスとかでかいやつが増えてきたんで、ワイルドアクトか、あれのね、実用性がだいぶ高まってきたよね。昔は結構微妙な感じだったけど、なんだろうな密着した状態で打たないと全部当たらないからね。それが簡単に当てれるようになったんで、ワイルドボーイはだいぶ強くなってきたんではないでしょうか。はい、まあとりあえず中ボスからスタートするね。中ボスとボス2連続いきます。ホジロー君だね。うん、キングドジュラスではなかった。ドジュラスは、うん、まあなかなか出ないからね。でもホジロー君で OK。 でもこいつはね、あんま向いてねえだろうな。あんまり体がちっちゃいやつだから。あ、でも速いな。さすがの火力だね。もともと火力はねすごかったのよ、ワイルドボーイ。ただただ必殺技を当てにくいっていうので使いにくさがあったんだけど、さすがに当てればむちゃくちゃダメージあるね。よし、終わりだ。さすがさすが。はいはいはい、最近なんだ使う人が多いっていうのも納得できる強さだね。うん、あ、こいつ武器は普通のやつ装備してるか。捨て身とかそういうやつは装備してません。捨て身なしで来てる今回。ではマゼラボルト行きましょう。やっぱこいつと戦う時はあれだね、宇宙服は絶対持ってたらいいような気がする。さっきね別のキャラで行ったの。そうしたところがやっぱなかなか強敵でかなりクリティカル率が高いもんね、こいつって。なんで宇宙服はまあこいつにも関わらず他のやつでも一緒だね。宇宙服は本当に超優秀な防具。間違いないあれ。ワイルドアクトね、この当てにくさだからもうちょっとさ最使用時間が短くてもいいと思うんだけども、意外と長いんだ。うん、最使用時間が、あ、おっといい感じで同速になるな。ブルーストリームぐらいのね最使用時間でよかったんだけど、ちょっと長い。よし、リキャストダウンでもうちょっと戦いやすくはなるんだろうけどね。あー、いった、あぶねえ、危ない、ほんと危ない。食らうねー、あれ、お、食らっとるかな。いって、危ねえ。もうほんとやっぱ回避メインで立ち回らないとまずいよ。いけ、よし。本当今回の、今回というか、まあ、11月後半のね
アプデで来たボスはちょっとでも気抜くとやばいよ本当にね。よし、もう終わります。倒しましょう。ちょっとチャンスにさせなかったけどな。チャンスは取れないか今回。ちょっとチャンス取るのは難しそう。あぶね。じゃこれもうちょっとね火力持ってくればよかったな。捨て身を装備して。あーでもねここはね、うん、芸能人ラフトはちょっと使いにくそうなんだよな。終わりだ。まだ終わらなかった。なんかワープしたね。おーい、ちょっとタイミングずれる。ワイルドアット。しゃあ、うん、なんか昔思ってたほど使いにくさはなくなってるのかな。よかったよかった。はい、今日はワイルドボーイでマゼラボルトソロでした。はい、ということでまた動画出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。